女性グループ、BABYMETAL が世界同時発売したアルバム、METAL、RESISTANCE がビルボードの全米アルバムチャート39位となり、日本人では坂本九さん以来53年ぶりの TOP40 入りと話題になった。イギリスのウェンブリーアリーナでの単独公演にも1万2000人の観客を集め、同公演を皮切りに3度目のワールドツアーを行う。彼女たちが日本より先に海外で人気を呼んだ理由はどこにあったのか。改めて彼女たちの魅力について探ってみよう。BABYMETAL、海外人気を後押しする、神バンドの存在。本格メタルを可愛らしい少女たちが歌い踊る。その楽譜が海外市場で人気。BABYMETAL はもともと中学3年生までの成長期限定アイドルグループ桜学院から派生した3人組。桜学院は学校生活とクラブ活動をテーマにしており、クッキング部、バトン部などのクラブユニットの一つ。ジュオト部が BABYMETAL の原型だった。コンセプトがアイドルとメタルの融合。これが斬新だった、とよく言われるが、身のところ、多種多様なスタイルが生まれた日本のアイドルシーンで、必ずしもロック×アイドルは珍しくなかった。アリス10番、仮面女子、も、メタルアイドルユニット、を名乗っていたし、姫キュンフルーツ感もグループ名と裏腹のエビなサウンドが売り、PARTY、ROCKETS1 元 MR、B.I.G. の絵、リック、マーティンの楽曲提供を受けている。とはいえ、これらのグループはアイドルの基本線を守りつつのロック、アイドルファンが離れないよう、振り切りすぎは抑えられていた。それに対し BABYMETAL は桜学院が母体にあっての活動、アイドルらしさはそちらで発揮する分、クラブ活動ではガチの、ジュオト、エビメタルに取り組んだ。ヘッドバンギングなどのパフォーマンスや決めポーズでメタルの様式にのっとったのはもちろん、何よりサウンドが本格的。演奏する、神バンドは日本トップクラスのテクニックを持つミュージシャンで構成されている。その激しいメタルサウンドは、アイアンメイデンやオジーオズボーンなどを聴いていたそう。の鑑賞にも耐えるもの。かつ、そこで可愛らしい少女たちが歌い踊る楽譜は、アイドルを見慣れた日本国内より、そもそもこうしたアイドルが存在しない海外でネットを通じて新鮮に受け取られた。それを物語るかのように、再生回数4700万回を超えた、ギミチョコの動画には英語コメントが並んでいる。既存のアイドル市場で争わず、一の存在で支持を得た巧みな戦略。SUMETAL のボーカル力と YUIMETAL、MOAMETAL のダンス力、日本式アイドルのフォーマットも、18歳と16歳の3人が外国人にはさらに幼く見えるだけに驚きのパフォーマンスに映る。それに加え、ツインテールの YUIMETAL と MOAMETAL の顔や性格好が似ていることもあり、神秘性も感じさせて、メタルの神である、キツネ様のお告げという設定や、METAL、RESISTANCE、収録の KRATE、での空手風の振りなどエキゾチックな和要素も取り入れられた。結果、海外のファンに自国にいない唯一無二のアーティストとして認知が広がっていった。それは、制作サイドの意図以上だったかもしれない。日本国内では、こうした海外での評判が楽輸入される形で火がついた。現在のファンの中心は、桜学院時代からのコア層は別にして、アイドルファンではない。ライブ会場ではウォールオブデスやサークルモッシュとメタル特有の動きも起こる。かといって、メタル、ファンだけに受けているようでもない。その指示だけでは東京ドームに至らないだろう。ジャンルは別にベビーメタルを面白いと感じた一貫層がかなりいる。そういった意味では、桃色クローバー Z がサブカル的存在としてブレイクした状況とも通じる。ただ、ロックファンがベビーメタルのスタイルの面白さを知るきっかけは、レディーガガのツアーのオープニングアクトを務めるなど海外初の話題だったという。さらに、桜学院は握手会など接触系、イベントをしないだけに、ベビーメタルも可愛らしい少女たちながら、
過度なアイドル色はついてなかった。新規ファンも一アーティストとして、よりニュートラルに入れ、ベビーメタルのファン、と堂々と言えた。日本でも海外でも既存の市場でパイを奪い合ったのでなく、一の存在として支持を集めたベビーメタル。加えるなら、一心不乱な少女たちのピュアな輝きに惹かれるのは、万国共通だったようだ。